さあ、五条選手ですけども、さあ地元で行われる G1 レースは。そうですね、あの、まあ、しっかり頑張りたいですね。なんか気持ちの変化とかあるの、他のところと走ると。そうですね、あの、まあ、脇本さんが、うん、あのすごい強いんで、あのその対策をしっかりやってる結果かなと思います。まあ、でもね、あの勝ち上がり、まあ、決勝別にして勝ち上がりの段階で脇本と一緒になれば、まあ、しっかりついていけばってことじゃない。そうですね、とにかく今はもう、しっかり差し切ることを考えて、まあ、ついていくことだけじゃなくて、まあ、そこを考えないとついていくことができないと思うんで、はい。まあ、決勝戦しっかり抜けばいいからね。そうですね、しっかりそれだけ考えて頑張ります。あのこのシステムはどう、東西対抗で、まあ、比較的、ね、普段連携している選手とも戦わなきゃいけないような状況ってあると思うんだけど。そうですね、まあ、自分の性格的にも別戦だったらもう別なんで、うん、あのそこは大丈夫です。あの、ね、しっかり競るところは競って。そうですね、まあ、その展開になったら仕方ないかなと思ってるんですけど。あのルールが変わったことに関しては何か意識してることある？まあ、1回も走ってないので分かんないですけど、うん、まあ、強い選手は多分強いんで、うん、はい、まあ、気にせずです。見た感じは、レースは見てるでしょ？レースは見てます、はい。うん、なんか自分の中で感じることとかある？まあ、まあ、ちょこちょこ思ったりはするんで、まあ、試してみたいなって感じはしますけど、はい。今回トレーニングしっかりできた？はい、まあ、あの間違いなく仕上げれたかなと思います。ではその決意を、あのしっかり頑張ります。応援してください。はい、小城選手でした。